挨拶ですね。挨拶。いや、挨拶なんて普通にしてるじゃん。ただ、私が思うに、ほとんどの方は挨拶ができていないと思います。Cの公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。Cの代表の篠崎です。さて、久々にお話動画を撮っております。今日ですね、皆様にお話しすることはですね、何かというとですね、まあ、自分の中で最近すごく葛藤があって、まあ、悩んでですね、まあ、どうしたらいいのかななんて思いながらですね、ノートにこう書き綴ってみたんですね。そしたらなんとなく答えに導かれてきたかなっていうことがあったんで、皆様にお伝えしようかなと思って、こんな動画になっているんですけども、それ何かっていうとですね、教育っていうことなんですよ。教育っていうのはですね、美容室の場合には、まず一番大切なことっていうのはですね、技術的な教育というか、勉強というか、じゃないですか。で、これに関しては、例えばですけど、僕はね、30年目ぐらいになるんですけど、そこそこ技術もやってきているつもりだし、高めようとしてきているので、1年目、2年目、3年目とか、いう方に比べれば、まだ、技術的には、私の方が、うまいかどうかわかんないですけど、知識は深いかな。で、こう見て評論もできるし、ダメ出しというかダメなところも見てわかるし、いいところもわかるような感じだと思うんですね。うまい人から教えてもらえるってなると、経験が浅い人たちは、あ、なるほどなるほどって言って、ある程度こう素直に話が聞けると思うんですよ。ですので、技術的な部分の教育っていうのは、理容室、美容室っていうのは、そこそこうまくいくのではないかなと思うんです。ただ、教える側の人間のレベルが高くなければ、これ話にならないですね。下手くそな人に教わっても話にならないんで。なので、教える側っていうのは、どんどんこう突き進んでレベルを上げていく必要っていうのはもちろんあるんですけども、今回お話しするのはですね、その技術的な勉強ではない勉強です。で、美容室、理容室では、技術的な勉強以外にどういう勉強をしていくかっていうと、やはり人間だと思うんですよね。理容師、美容師として将来にわたって長く活躍するためには人間レベルを上げていかなきゃいけないわけですよ。人間レベルが上がっていくってことはどういうことかっていうとですね、魅力的な人間になるっていうことなんですね。で、僕がですね、じゃあすごく魅力的な人間でスタッフにカリスマ的な存在感があって、篠崎さんの言ってることを全部やっとけばもう全然問題ないよって思われてるかっていうと、いや全然そんなことないですよ。ただのうっせえ親父にしか思われてないと思いますよ。じゃあ魅力的な人間になるために、僕が教育できないとしたら、どういうことをですね、やってほしいっていうふうに伝えていけばいいのかっていうところのですね、まあなんとなくの答えが出たっていうことなんですけども、これをやっておけば、ほぼ間違いなく魅力的な人間になります。挨拶ですね。挨拶。いや、挨拶なんて普通にしてるじゃん。ただ、私が思うに、ほとんどの方は挨拶ができていないと思います。それはですね、二つの面からですね。一つは、言葉が相手に伝わらないっていうことがまず一個。それから、気持ちが伝わらないってことが一個。この二点です。じゃあ、どういうふうにしていったらいいのかっていうとですね、ちょっとマスク取りましょうか。ね、まあ、おはようございますに焦点を当てて言わせていただくんですけども、おはようございます!まあ、そこそこ普通な挨拶だと思いますけど、ほとんどの人、できてないんですよ。じゃあどういう感じかっていうと、おはようございます。おはようございます。とか。いや、してるよ。してる。おはようございます言ってるよ。挨拶してるよ。してるけれども、それはですね、みんながその挨拶をしてるんですよ。みんなが、おはようございますっていう挨拶をしてるから、その挨拶をしてても魅力的な人間にはなれないんです。まあ、どうしたらいいか。おはようございます。っていうことなんですよね。おはようございます。っていうことなんですよ。言ってますか？言ったとしても、はざますとか、相手の顔見ないとか、はざますとかね。
この、こんな程度ですよ。このくらいです。でもそれが普通なんですよ。もうちょっと元気出して言うと、ざーす！こういう感じですよね、みんなね。でもこれは、普通の人が普通にやる挨拶なんですよ。これだと魅力的な人間にはなれないです。おはようございます！って言ったら、人生変わるかもしれませんよ。マジで。お疲れ様でしたも、したしたーってならないじゃないですか。お疲れ様でしたーってなりますよね。相手を見て、おはようございますって言えれば、お疲れ様でしたも、お疲れ様でしたってなるんですよ。あざますって言ってる人は、お疲れ様でしたも、したしたーってなるんですよ。おはようございますを毎朝しっかり言うことで、あなたの人生変わるんですよ。美容師として利用師として成功する可能性が高くなるんですよ。たった一個の習慣です。こんにちは、これはおはようございますが言えてるからこんにちはって言えるわけですよね。おはようございますって言えてる人がチュアスって言わないんですよ。で、こういうふうにですね、一つ一つしっかりとした挨拶をするっていうことがですね、なぜ魅力的なことにつながるかっていうとですね、すべてがそこに集約されてるからだと思うんですよね。例えばですけど、先輩に技術を教わりますって言った時に、お願いします終わった後にありがとうございましたって言えるようになるからですよ、挨拶をすると。でも挨拶できない人間はそれしないじゃないですか。そしたら可愛がられませんよね。可愛がられないってことはですね、魅力的な人間じゃないってことです。もうその時点で挨拶をですねきちっとすることによって、例えばこんにちは、こんにちはって言った後にですね、例えば自分が担当してる方だったらあがつくんですよ。あが、あーこんにちはってあがつくんですよ。だけどちゃんとした挨拶できない人はそういうのできないんですよ。もう本当にね、一つ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 の積み重ねなんで、もう最初の一歩目だけなんですよ。おはようございますをね、ちゃんとやること、ただそれだけなんですよ。やってみてください。絶対に変われます。絶対に良くなります。絶対に成功します。例えばですけど、美容師さんでなかなか指名がつかないなとか、美容師さんでなかなかこうお客さんが増えていかないなっていう人はですね、もしかしたらそういったところが原因なのかもしれないですよ。技術的なところ、提案力不足とかいろいろあると思いますけど、だけど人数が増えていかないのは技術的なところじゃないと思います。そういうところですよ。挨拶、もう一回ですね、自分が一番最初にする挨拶、一日自分が起きたら一番最初にする挨拶っていうのをもう一度考えてみませんか。家族、おはようございますじゃなくて、おはようございます、おはようございます、出勤しました。もしかしたら自分がその店舗に一番最初に行くスタッフかもしれないし、鍵開けます、ガラガラガラ、誰もいません、おはようございます、誰もいないですよ、おはようございます、先輩が来ました、後輩が来ました、関係ないでしょ、先輩も後輩も来ました、おはようございます、こっちから来たらおはようございます、こっちから来たらおはようございます、おはようございますじゃないんですよ。おはようございますじゃないんですよ。おはようございますって言うんですよ。一つ一つ、仕事が終わったらお疲れ様でした、お疲れ様でした、したじゃないんですよ。お疲れ様でした、お疲れ様でした、ちゃんとその人の方を見てお疲れ様でした言うんですよ。言うしかないんです。言ったら変われますよ。ぜひね、変わってください。必ずいいことがあります。それでですね、いつも僕が上げてるカット動画なんですけど、僕は別にカリスマでもないし、カリスマ性もないしですね、やっぱり20年とかこう積み重ねてきた、やっぱりサロンワークに特化したカットなんですよね。なるべく時間を短くする、シンプル化する、なんかね、難しいカットしか出てないですよね、 YouTube には。カッコつけた美容師しか、僕カッコつけてないですよ。
全然ありのままですよね。リアルサロンワークなんですよ。でこういう動画ってやっぱりね、見るのってすごく大切やと思います。他の人のリアルサロンワーク、あの YouTube 用にあのカッコつけてる美容師じゃなくて、いつも通りのカットをですね、僕は公開してるので、あ、なるほど、こういう風に切ってんだなみたいなの、すごく参考になると思うんですよ。なのでですね、ぜひね、この動画だけじゃなくてカット動画をですね、ぜひ見ていただきたいなと思います。それではこの辺で失礼します。さようなり。マスクしなきゃ。はい、行ってきます。